参議院選挙東京選挙区に立候補しております靴沢良二と申します。先日までは豊島区議会議員を務めさせていただいておりました。最近、共産党さんなんかがゴリゴリ押している選択的夫婦別姓についてなんですけれども、あちらの人の会話を聞いていますと、まずは選択的夫婦別姓、つまり夫婦同姓が基本で別姓も選べますよというふうにしといてからですね、タレントや有名人を使って別姓の夫婦を多く誕生させ、そして同姓を選ぶ夫婦を攻撃し、結局は全部夫婦別姓にすると、そういう計画があるようでございます。夫婦別姓で何が起こるかといいますと、親子別姓、離婚の増加、未成年の犯罪の増加、社会不安、こういうことが起きたことがすでにソ連で実証されております。ソ連の独裁者スターリンは女性に家庭よりも国家に忠誠を誓わせよう、ソ連共産党に忠誠を誓わせよう、こういう意図でもってですね、夫婦別姓を導入いたしました。結果はどうなったかといいますと、結婚というものの重みがだだ下がり、ジゴロに結婚するからと騙されて被害に遭った少女、数知れず親子別姓、つまりお母さんと姓が別になった子供たちが家庭に属しているという意識が低下したことから、非行に走り未成年犯罪激増、一大社会不安となってしまいました。さすがのソ連共産党もこれはまずいということで、十数年で元の夫婦同姓に戻しております。間違いを決して認めない共産主義者が珍しいことではありますが、そのぐらい社会を混乱させたのが夫婦別姓であります。ではなぜダメだと分かっている夫婦別姓を共産党がご利用しするのか。それは社会を混乱させるためであります。社会不安を引き起こすためであります。あの人らは人々の不安や不満が大好物であります。日本の社会が安定していたら商売上がったりなんですよ。誰しもが貧しく、誰しもが不満を持って生活する日本社会こそ、共産党は商売繁盛するというものであります。さらにはですね、社会が混乱した方が自民党じゃダメですよね、言えますよね。結局のところ破壊と暴力によって共産主義革命を目指している共産党さんは大きな変化が必要ですよね、革命が必要ですね。そう人々に呼びかけたいがために、日本の社会が混乱すること、社会不安を煽ることが大好きであります。最近は夫婦別姓という戸籍の破壊をもって
日本の社会を混乱させようとしております。私は立候補に当たりまして5代前の戸籍謄本を公開いたしました。私の5代前のご先祖様は江戸時代に生きていた沓沢久太郎さん、商売は何をやっていたか分かりませんけれども沓沢久太郎さんであることが判明いたしました。夫婦別姓になったら戸籍を遡ることが難しくなります。戸籍が混乱いたします。政策アンケートでも自民党さん以外は夫婦別姓別にいいんじゃない、よく考えもせずに賛成しておりますが、ソ連ですでに大失敗した制度、なんで日本が再び失敗すると分かっているものを導入しなければならないんでしょうか。よく共産党は自分の名字を大事にする女性を引き合いに出して夫婦同姓だから名字にが変わってしまうから結婚できないみたいな話をお涙頂戴で語っておりますけれども、そんなに自分の名字が変わるのが嫌なら結婚しなきゃいいんですよ。自分の名字が変わること以上の価値を結婚に見出していないならばそれはもうすでに破綻しておりますんで、最初から結婚しなければいいんですよ。共産党や立憲がご利用ししてます夫婦別姓は日本の戸籍制度を壊し社会不安を煽り、親子別姓によって未成年の犯罪を増やし離婚を増やし社会を混乱させる愚かな愚かな政策であります。中国や韓国は未だに夫婦別姓だと聞きますけれども、どうしてそんな後進国の真似を日本がしなければいけないんでしょうか。進んだ国は全て夫婦同姓であります。夫婦別姓は大化の証、文明が後退するということであります。そういったわけで沓沢は共産党や立憲民主さんがご利用しします夫婦別姓大反対であります。変えるメリットが見出せません。社会が混乱いたします。あの人らはそれが狙いなのであります。大きな声でお騒がせいたしました。